どうも高井です。本一冊単価3000まで目利き重要。なんでこんな話をするかといえば、私自身が YouTube や突発に動画投稿してるんですけど、投稿した動画のコメントに、さすがに9800円の本は買えないな、ではいくらぐらいのおいくら円までだったら購入できますか、一冊3000円までって話ですね。3000円か、もったいないところだなって思ってたんですよ。なんでもったいないかっていうと、その3000円のラインがもうちょっと知りたい、結論まで知りたいっていう、そのギリギリの飢餓感の感じるところなんですよ、私にとってですけど。この本は780円が定価ですけど、この本にしたところでトレンドを追いかける上で重要な感じだよ。だけど全てを知るっていう意味では780円で問題なくねっていう感じで、最近こういう本があったんですよ。定価は1800円。おいおい、1800円って3000円超えてないじゃんって思うかもしれないけど、リサーチデータを得るっていう意味では、まあこういう本しかなかったし、とりあえず知っておこうっていう意味ではトレンドを追いかけるにつながる、だからありだよねって感じで買ってます。この本ねちょっと微妙な感じがした。定価2500円、3000超えてないわけじゃん。この本の欠点はこういう弱点はあるけど、じゃあそれ生かすための結論、そこに向かってない。なので他の本と掛け合わせる必要があったかな。なのでこの本一冊では満足できないよねっていうのは感じた。この本は定価4600円って言うけど、ではどうなのか、結論までちゃんと言ってくれてます。言ってくれてるんだけど、当然分厚いよね。それだけの情報量必要なんですよ。その情報量がいるっていう意味でも最低でも3000以上、つまり3500円が4000が安定してくるラインかなって私は思ってます。皆さんはどうなのか分かんないですけどね。この本は本当最近買った本で、定価6000円、つまり今だと税金プラスアルファで6600円、うわ高えって思う人もいるかもしれないけどね。もしかしたらこれを見てるほとんどの人はうわ高えなって思うかもしれないんだけど、こういう本を買うってことは私重要かなと思っていて、5000円とか6000円、そのボーダーの本を買うことによって確実に結論まで言ってくれる。当然本はこれだけ分厚いよ、分厚いんだけど、それだけの情報量がないと伝わりきらないっていうのもあるし、結論まで向かってくれない。なので最低でも3000円まで、3000以上、その割合で私は見ています。逆に3000円だったらどうするのか、もう立ち読みして中身確認するしかねえっていう、そんな感じです。なので3000円の本は立ち読みして、あなた自身の目を見る目を養ってください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。